です。新妻さんのご自宅、視聴のゲームでございます。ご覧ください。上位を狙う7位 FC 琉球が14位に低迷する FC 東京アンダー23をホームに迎えての一戦。前節2点差を追いつく粘りを見せた琉球は、この試合ゴールキーパーに今野、終盤に1点をスタメンに加え1試合ぶりの勝利を狙います。FC 東京はゴールキーパーの榎本、終盤に田辺、水沼、そして前線に林と4人のオーバーエイジを起用。この力の違いを見せつけることができるか。試合は序盤、お互いに攻め手をかきチャンスを作れないでいると、19分、琉球のスローイン、ディフェンスの滝沢が痛恨のパスミス、FC東京唯一が落ち着いてゴールに流し込みます。琉球ディフェンスのミスをついた唯一の得点でアウェーの FC東京が先制します。先制された琉球は41分、右サイドの藤沢のクロスを斉藤が頭で狙いますが枠を捉えることができません。前半を FC 東京が1点リードで終えると55分、中盤から短いパスワークで前線にボールを運ぶと、右サイドでフリーの水沼へ、水沼コータの J3 リーグ初得点で FC 東京が2点差と琉球を突き放します。勢いに乗る FC 東京は60分、小川のフリーキックに飛び込んだのは野沢、琉球ディフェンスの裏をついた野沢の得点で FC 東京が3対0とリードを広げます。防戦一方の琉球は76分、右サイドの田中圭太のクロスにパブロ、後半開始から投入されたパブロの見事なボレーシュートでホームの琉球が1点を返します。しかし81分、 FC 東京がゴール前でフリーキックを獲得、蹴るのは水沼光太、水沼の右足から放たれたボールがゴール左隅に突き刺さり、再び3点差と試合を決定づけます。さらに FC 東京は89分、自陣で田辺がボールを奪うと平岡へ、平岡はそのままドリブルで持ち込みディフェンスをかわしシュート、平岡佑の今シーズン初ゴールで得点差を広げます。試合はアウェーの FC 東京が5対1とこの力を見せつけて3試合ぶりの勝利を手にしました。今日も感じる声の中でリレーの攻撃で本当に足止まらないんですね。この形本当に上手いだけの選手がしっかりと走れるように、しっかりとどうすぐプレーできるように、互いに負けるように、それのメンタリティも変わってたのも彼のすごさじゃないかと思います。さあ FC 東京の5月の大勝というゲームですけども、コータ選手2得点。そうですね、はい、まあ、トップで入れられるのでいい、まあそうなんですけど、これは2連続素晴らしかったですよ。今トップはあまり良くないんですけども、はい、まあ、こういうところに出てる選手たちは本当に同じようにどの場所でも同じようなプレーをするっていうことが、はい、まあ、この試合では言ったと思うんですね。なるほど。浜監督はおっしゃってましたけども、みんな同じモチベーションで、まあ、優勝のことでもいるので、はい、まあ、そういうチームとして戦った結果が、まあ、こういう結果になったのかなって気がします。5点取るってね、やっぱチームとして連動しないと取れないんですね。そうですね、普段本当に一緒にトレーニングしてる仲間じゃない選手もいるので、はい、まあ、でもあんま監督がうまくまとめてると思うんですね。なんか久保田選手はなんか喋られたりしたんですか。はい、まあ、ここに行くにあたって、はい、結果を出さないからやっぱり東京に使ってもらえないという思いもあったでしょうし、あとは自分の得意なプレーをどれだけ出せるか、でシステムをちょっと変えてるんですよね、トップが。セリバックでやってるので、はいはい、で、まあ、ワイドで、まあ、彼は一番いいところでプレーができる、ね、まあ、自分の好きなところで、はい、まあ、フリーキックも素晴らしいんですけど、1点リードゴールはね、
もう完全に狙うか、あそこですよね。そうですね、あの時間帯の前にクロスを何本か入れてる、はで、それの伏線があるので、多分ニアを狙ってる。なるほど、あれもシュートもね、テンション的にはフォア狙いたくなりますもんね。あえてニアを抜くあたりが、キーパーはもう来るぞ来るぞってこっちに神経をやってたんですよ。なのでここで足元を考えるとちょっと反応できなかったんです。なるほど、もう狙い通りだって素晴らしいことですよね。はい、はい、さあ、お知らせの後はラスト2試合お届けいたします。